12月の8日、神川のルーテル教会に来ております。もう12月になりまして、だいぶね、風も寒く、冬です。冬にね、なってきましたけど、今日はですね、クリスマスコンサートということで、ちょっと早いですけれどもね、クリスマスコンサートをやっていきたいと思っております。ということでね、4月以来ですかね、ルーテル教会、ただいまハートウォームカンパニーが、リハーサルをしています。素晴らしいんだよね。会場はこんな感じになっております。よろしくお願いします。オムニコードとメロディオンのコラボレーションです。初めて見ました、この楽器。いろんな楽器があるんですね。リハーサルが終わりまして、本番前のね、静けさの会場でございます。前から見たこの左手の1、2、3番目の椅子のここでございます。ちっちゃい時の俺が落書きしたというね、こうサインというんですかね。ぜひね、ルーテル教会に来たらチェックをしてみてください。はい、ということで怪しかった天気もですね、すっかり晴れまして、本番の方がスタートしましたよ。今日はクリスマスコンサートということで、ハートウォームカンパニー、掛川少年少女合唱団、掛川市民オーケストラ、そしてレニーズと、こんな面々でお送りしたいと思います。会場の方はですね、こんな感じになっています。すごいたくさんの方がね、見に来てくれております。教会で合唱、すごいいいです。掛川市民オーケストラの皆様です。いよいよね、この後にレニーズやりますよ。今日はね、教会ライブということで、しっとりとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもこんにちは、レニーズです。こんにちは。はい、今日も
今日はね、これから掛川の駅前の光のオブジェ展というところでもねコンサートの方をやりますので、そっちに行ってきたいと思います。ご来場の皆様どうもありがとうございました。レイニーズシンでした。